見て見て、このマフラーめちゃくちゃ可愛くね。ほんとだ、トウコちゃんにすっごく似合いそう。お、やっぱシロは分かってんね。そうだ、シロに似合いそうなのも選んであげる。フスケ、一緒に探そう。いいけど、ルイさんたちもうすぐ戻ってくるんじゃない？頼んでたものを受け取りに行くだけって言ってたし。お待たせ、バッチリ受け取ってきたよ。あくまで生徒会の用事なのだから、あなたたちがついてくる必要はなかったと思うけれど。もうそういうことは言わないの。ルイさんが困ってる時は手伝うって決めたんだから。別に困っていたわけではないのだけど、まあいいわ。それでルイは何取りに来てたわけ？あははは、トウコちゃん分かってなかったんだ。確か初等部でやるクリスマスイベントの飾りって言ってたっけ。その割には数が少ないような気がするけど。これは古くなっていたり壊れていたものの補充分よ。イベントで使う分全てを用意するのは私たちの仕事ではないわ。初等部の中庭にある大きな木に飾りをつけるんだよ。すっごく綺麗だから楽しみにしててね。うん、初めて見るから楽しみだな。月の森のクリスマスイベントなんてすごく豪華なんだろうし。うんうん、このショッピングモールの飾り付けにも負けないくらいだよ。あ、てかこんなにクリスマスムード一色なのにまだ写真撮ってなかった。早速撮ってさよさんたちに送らっと。トウコちゃん、先輩たちとすぐ仲良くなれてすごいな。私なんてかすみさんにメッセージ送るのに2日も悩んじゃったよ。それは悩みすぎだと思うけど。でももっと他の先輩たちとも仲良くなりたいよね。へえ、モニカ今ショッピングモールにいるんだ。見てこの写真、マシロちょっと恥ずかしそう。いいなぁ、アコたちも何かクリスマスっぽいことしましょうよ。クリスマスっぽいこと？プレゼント交換したりとか、パーティーしたりとか。ほら、ポピパのみんながやってるみたいな。みんなでケーキを食べたりするだけでも楽しかったりするよね。あ、いいね、それ私もやりたいな。なるほど、ミナトさんどうしますか？詳しいことはわからないわ。アコとリサに任せるわね。わーい、それじゃあみんなでクリスマスパーティーしましょう。楽しみだね、アコちゃん。最近練習にライブ、お仕事の話もあったりして忙しかったもんね。たまにはパーッと息抜きしちゃおっか。そういえばひなも似たようなことがしたいと言っていたわね。それならひなにも連絡してみたらどうかしら。いいね、みんな誘ってやっちゃおうよ。ハロハピとかポピパも乗ってくれそうだし。そうですね、今パスパレはロケ中という話なので後で連絡しておきます。確かクリスマス特番のコーナーですよね。ええ、ヒナが何か変なことをしていないといいのだけれど。みんなお疲れ様。今日のロケは楽しかったな。ヒナちゃん、台本にないことをするときは一言伝えておいてもらえるかしら。突然街頭インタビューを始めたからどうしようかと思ったわ。あはは、話しかけられた人びっくりしてましたもんね。自分たちも同じくらい驚きましたが。でもとっても素敵なクリスマスの思い出が聞けましたね。ひなさんのおかげです。最後はスタッフさんたちもいいコーナーになりそうって言ってくれてたもんね。あ、お姉ちゃんからメッセージ来てる。おお、みんなでクリスマスパーティーしないか、だって面白そう。みんなも行くよね。
この後は年末にいくつか仕事があるだけだし、予定は問題なさそうね。とっても楽しみです。ラスの皆さんも来てくれるでしょうか。イブちゃん、お仕事が終わった後はパレオちゃんの感想を聞くの楽しみにしてるもんね。自分もキングとドラムの話がしたいです。最近目をつけているバンドがいまして。それじゃ全員参加ね。いいね、ルンとしてきた。それなら今日はこの後みんなでお買い物しない？プレゼントとか用意しておかないと。賛成です。備えあれば憂いなしと言いますから。自分プレゼント選びには自信がなかったので、皆さんと相談しながら選べるのはありがたいです。それじゃあ仕事に使った荷物もあることだし、各自準備ができたらショッピングモールに集まりましょう。了解。ついでに何か面白いこととか起きないかな。ロック、買うもの決まったか？あ、はい。すみません、皆さんにまで付き合ってもらっちゃって。うん、気にしないで。私たちもいろいろ見たいものもあったし。お、パレオ、どうかしたの？あ、いいえ、近くでパスパレがロケをやっているという情報が入っていて、一目見れないかななんて。ちょっと、今そんなことはどうでもいいでしょ。それにどうせ録画して何度も見直すんだからいいじゃない。へえ、でもそれなら私も会いたかったな。実はマヤさんと話したいことがあってさ。あ、アコちゃんからメッセージ来とる。今度クリスマスパーティー一緒にやらない？だそうです。へえ、その日なら練習の予定もないし、マスキと私も仕事入ってないから大丈夫だけど。対バンの申し込みならまだしも、なんでロゼリアと仲良くクリスマスパーティーなんかしないといけないわけ？でも他のバンドの皆さんも誘ってるみたいですよ。パスパレさんとか。あ、ポピパさんも？パスパレも来るんですか？チュチュ様、みんなで行きませんか？アナちゃんも来るんだ。私も行こうかな。チュチュが嫌なら無理に一緒にとは言わないけど。マヤさんが来るなら私も行くぞ。それにチュチュ、対バンがしたいならそこで申し込めばいいんじゃね？なるほど、他のバンドがいる前での宣戦布告。それならロゼリアも断れないでしょうね。オーケー、そういうことなら私も参加するわ。わかりました。それなら全員参加で変身しちゃいますね。あれ、あそこにいるのって。だからマジでごめんって。絶対見つけるから安心しろって。別に怒ってはいないわ。ただあなたにあの箱を渡した判断を後悔しているだけよ。それにしてもどこに置いてきちゃったんだろう。ごめんね、私もちゃんと見てなかったから。マシロちゃん、どうかしたの？あ、レイヤさん、実はちょっと落とし物をしちゃって。このくらいの箱見ませんでした？赤いリボンがついてる緑の箱なんですけど。ううん、ちょっと見てないかな。うわ、マジどうしよう。もし見つけたら連絡してもらえます？これ私の連絡先なんで。いいえ、面倒ごとには関わりたくないの。自分たちでどうにかしてちょうだい。ちょっとチュチュ。いえ、彼女の言う通りです。それに事情を知らない人に闇雲に声をかけても、あれを見つけるのに役に立つとは思えないわ。ちょっと、私たちが役に立たないとでも言いたいわけ？特にそんなつもりはないわ。
あなたたちでなくても同じことを言ったもの。ちょっと真っ白、何なのあの女は。ルイさんはその悪気があったわけじゃなくて、そのもういい、あんたたちの落とし物とやらを見つけて役に立たないなんて発言撤回してもらうから。え、それじゃあ手伝ってくれる感じ。ありがとう、めっちゃ助かる。チュチュ、結局自分から関わりに行ってない？ってことで、モニカのみんなの落とし物探しに付き合うことになって。すみません、こっちの問題なのに。ルイさん、誰に対してもああいう感じだから。ルイルイって言い方がちょっと人を誤解させちゃうんだよね。ま、この後特に予定があるわけでもないし、困ってるなら助けてやらないとな。はい、けどどこを探せばいいんでしょう。ついさっきなくしたことに気づいて、今日回ったところを一通り探そうかなって思ってます。それならなおさら人が多い方が良さそうだな。じゃ、ちゃっちゃと見つけるとするか。マスキ先輩、ありがとうございます。みんな優しいね。やっぱり持つべきものはバンド仲間だ。これもまた青春って感じがするよ。青春って、ナナミちゃん、なんだか面白い子だね。そうですか。普通だと思いますけど。にしても初等部のクリスマスイベントか。うちも似たようなのあるし、どこも大変そうだな。マスキさんの学校も月の森に負けないくらいのお嬢様学校ですもんね。え、マスキ先輩ってお嬢様学校に通ってるんですか？ちょっと意外かも。その話はいいだろ。それよりほら、さっさと落とし物を見つけに行こうぜ。やっぱりこれはどこかに届けた方がいいんじゃないかしら。私たちで持ち主探そうよ。あそこにいるのってひなちんとちさ先輩じゃない？おーい、何してるの？あら、あこちゃん、それにさよちゃんたちも。何か深刻そうな様子ですが、何かあったんですか？いや、今みんなでクリスマスパーティー用のプレゼント探してたら、こんなの拾っちゃってさ。あ、プレゼントの箱だ。もしかしてサンタさんの落とし物だったりして。拾ったというと、どこかに落ちていたのかしら。お店の前のベンチに置きっぱなしになっていたんです。サービスセンターか警察に届けた方がいいと思うのだけど。その方がいいでしょう。ひな、何か言いたそうね。私たちで持ち主探した方が手っ取り早いのになぁと思って。落とした人もその方が面倒くさくなさそうだし。ひなの言うことにも一理あるわね。それに持ち主も早く手元に戻ってきてほしいでしょうし。ならちょっとここで待ってればいいんじゃない？それでも見つからなかったら届けに行けばいいと思う。そのあたりが妥当な落としどころね。白金さんたちにも何か探している人がいないか連絡しておきます。ま、しょうがないか。私もマヤちゃんたちに連絡しておこうっと。この辺りにはなさそうだな。チュチュ、そっちはどうだ？ないわ。なんで私たちがこんなことを。おや？バレオさんたち何をしてるんですか？イブちゃん、今日の収録は終わったんですか？はい、とっても面白いコーナーになったと思うので楽しみにしていてください。クリスマスイブに放送される予定です。ああ、もちろんです。またたくさん感想をお届けしますね。
からの感想をもらうと、とってもやる気が湧いてきますから。キング、ここで会えるとは思いませんでした。実はクリスマスパーティーの時に紹介しようと思っていたバンドがあって。え、マジですか？それってもしかして。ちょっと二人とも、世間話なんてしてないでちゃんと探してちょうだい。そうだった、すみません。私たち今ちょっと落とし物を探してて。落とし物？あ、もしかしてプレゼントの箱だったりしますか？おい、どうしてそれを？実はさっきひなさんから落とし物を拾ったという連絡があって。なんと、私たちの探し物まで見つけちゃうなんて、さすがパスパレの皆さんですね。これもアイドル力なんでしょうか？それは関係ないんじゃない？あ、チュチュさんたちもこっちに来るって。プレゼントの箱見つかってよかった。これにて一件落着だね。一時はどうなることかと思ったよ。千里先輩たちが見つけてくれてよかったです。プレゼントは今リサちゃんたちが持っているからすぐに来てくれると思うわ。はい、今井さんには連絡しておきましたから。けど真っ白たちの落とし物だったんだね。あこ、てっきりサンタさんの落とし物だと思ったのに。確かにこの時期のプレゼントで、それにクリスマスカラーだったものね。トウコちゃんがラッピング決めたんですよ。ルイルイはすぐ開けるから必要ないって言ったんですけど、こういうのは雰囲気が大事だからって。それわかります。そういえばアコちゃん、あのラッピング NFO のゲーム内プレゼントにも似てるよね。確かに、 NFO のクリスマスイベントのアイテムも緑のリボンと赤のラッピングだもんね。今年もちゃんとゲットしないと。マシロちゃん、どうかしたの？あ、いえ、ちょっと。赤のリボンと緑のラッピングですよね。違います。私たちが見つけたのは緑のリボンに赤のラッピングで。これはもしかしてもしかするとだけど、千里先輩たちが見つけた落とし物って、真っ白たちが落としたのとは別のプレゼントってこと？あ、いたいた、トウコ。はい、これトウコたちの落とし物なんだよね。これからはなくさないように気をつけた方がいいわ。ありがとうございます。どうかしたの？あ、もしかしてちょっと汚れちゃったりしてた？いえ、そもそもこれは私たちが探していたものではありません。やっぱりワンちゃん見間違いって可能性は？ないわ。そもそもあなたが決めた放送でしょ。え、これモニカのじゃないの？リサ、グループチャットにメッセージが来ていたわ。どうやら向こうでも同じ勘違いをしていたようね。つまり振り出しに戻ったってこと？どうやらそのようですね。お手間を取らせてしまったようで申し訳ありません。それは全然いいんだけど、じゃあこの落とし物は結局誰の？手がかりがなくなった以上、白鷺さんの言っていた通り警察に届けた方が良さそうね。あ、ちょっと待ってください。でも私この箱どっかで見た気がするんですよ。あ、トウコも？実は私も最初見た時そんな気がしてたんだよね。あ、もしかしてあの写真？いたいた、今見つけて渡してきたよ。まさか桐ヶ谷さんの撮っていた写真に持ち主が写っていたとは。トウコちゃんのお手柄だね。
自分たちの落とし物より先にそっちを見つけちゃうなんて。あははけど、お役に立てたならよかったです。それじゃああとはモニカの落とし物を見つけるだけだね。え、手伝ってくれるんですか？当然です。困っている後輩がいるのに手をこまねいてはいられませんから。こっちはあっさり見つかっちゃったし、そっちを探す方が面白そうだしね。パスパレさんとロゼリアさんまで協力してくれるなんて、すごいことになってきましたね。先輩たちまで手伝ってくれるなんて、やっぱり持つべきものはバンド仲間だ。それでは何人かずつグループに分かれて、モルフォニカの皆さんが立ち寄った場所を改めて探すことにしましょう。それじゃあみんな頑張って落とし物を見つけようね。おー！プレゼントがないことに気づいて、一番最初に立ち寄ったここに戻ってきたんですね。てかそもそもここには何しに来たんだ？プレゼントを受け取った後、私が寄ろうって言い出したんです。スティックとかチューニングキーとかが見たくって。なるほど。結局その時は何か買ったんですか？いえ、どれにしようかなかなか決められなくって。ふーん、今度買いに行くとき付き合ってやろうか？ドラマー同士の方が相談しやすいこともあるだろうし。面白そう。アコも一緒に行きたい。それなら松原さんや山吹さんも誘ってみんなで行きましょうか。いいんですか？ありがとうございます。落とし物の方ですが、レジに寄っていないのならお店の人に聞いても手がかりはなさそうですね。そうなんですよね。それにお店を出るときプレゼントを持ってたかどうかも思い出せなくって。双葉さん、そういうときはもっと違うことを思い出してみるといいかも。例えばどんな話をしたとか。やってみます。ここのお店もクリスマスムードだねって話して、サークルはどうなってるんだろうって話して。あ、思い出しました。一回プレゼント預けた方がいいかもって話してたんですけど、トウコちゃんが私に任せろって言って預かったので、お店を出る時も持ってました。じゃあサークルに行ってるみんなに連絡しないと。リンリン、ナイスアドバイスだよ。少しは役に立てたかな。江戸川楽器店にはなさそうだって。となるとこの辺にありそうだけど。サークルには練習の予約できたの？そうですね、江戸川楽器店に寄ったついでに練習の予約をしようという話になりまして。モニカの皆さんは普段サークルで練習しているんですか？いえ、広町さんの家のアトリエを使っています。ただご両親が使う予定があるようでしたので。アトリエのあるお家、一度拝見してみたいです。他のメンバーが問題ないようなら私は来ていただいても構いません。私も行ってみたいな。モニカの練習風景とか気になるし。他のバンドの練習って結構参考になりますよね。私も興味があります。そういえばこちらに来た時カフェには寄られたんですか？ええ、霧ヶ谷さんが期間限定メニューを見つけて絶対に寄ると言い出したので。本当だ、ケーキとかもあるじゃん。これは私も後で試してみないと。素敵なご提案です。落とし物を見つけたら皆さんで頼みましょう。霧ヶ谷さんはそこまで待てなかったようで、予約の前に寄ることになりました。なので霧ヶ谷さんは受付に入るときに片手に飲み物、片手にプレゼントを持っていたはずです。では受付まではプレゼントがあったということですね。ということは、カフェで飲み物を頼んだ後、マリナさんに会ってスタジオの予約をしたんです。
でもプレゼントの置き忘れとかはないみたいだけど。もう少し詳細な情報が必要ね。凛子がそれで手がかりを見つけたと言っていたわ。そうね、真代ちゃん、ゆっくりでいいから入ってきた時のことから教えてもらえるかしら。は、はい。確か予約する前にナナミちゃんがロゼリアのライブ告知を見て。ストップ！ミナとユキナ、そのライブはいつやるの？ちょうど1ヶ月後の予定よ。それが何か関係するのかしら。いいえ、こちらの事情よ。マシロ、続けてちょうだい。それで見に行きたいねなんて話をしてたら、マリナさんが一緒に出たいって言ってみればって言い出して。ストップ！それでなんて返事をしたの？そんなのまだ恐れ多いですって話しましたけど。どうしてさっきから話を遮るの？何か気になることでもあったのかしら。なんでもないわ。あとは勝手に話しなさい。でもいいな、私たちもみんなと一緒にライブしたいね。事務所に提案してみるのも面白いかもしれないわね。後でマヤちゃんたちにも話してみましょう。あ、それで予約するときにトウコちゃんが私がやるって言ってここにプレゼントを置いてました。けれどここにはないということはスタッフさんが預かっているのかも。あ、いたいた、マシロちゃん、ここに忘れ物したでしょ。こっちで預かっておいたよ。プレゼント、マリナさんが預かってくれていてよかったですね。マジで助かった。ほんと皆さんありがとうございました。超感謝です。なんか宝探しみたいで楽しかった。だから私的にはむしろこっちがありがとうだよ。うんうん、ついでにマリナさんにクリスマスパーティーの相談もできちゃったし、つぐみ先輩たちとかポピパハロハピの皆さんも来るんですよね。失礼のないようにしないと。そんなに緊張しなくても大丈夫だって。あ、ラストの対バンも楽しみだな。あれ、チチさんもう行っちゃったんですか？さっきユキナちゃんに話してたよ。私たちが最強だということを見せてあげるわ、だってさ。かっけー。フースケ、私らも何か宣言しとく？そんな宣言より先にもう落とし物はしませんって言った方がいいと思う。あはは。でも落とし物探し楽しかったし、パーティーの予定とか対バンも決まったみたいだし、トウコちゃんが落とし物したおかげかもね。確かに今度遊びに行く約束までできちゃったし、落とし物してよかったのかも。ある意味トウコの落とし物がクリスマスプレゼントを呼んできてくれたのかも。素敵な考え方だと思います。クリスマスパーティーも対バンも楽しみや。あ、そうだ、今からプチクリスマスパーティーしちゃいましょう。カフェで季節限定のケーキとか飲み物頼んで。賛成。ついでに写真も撮ろっか。みんなこっちで写真撮るよ。全員揃いました。それじゃあ撮りますよ。せーの、メリークリスマス。